チャンネル。今日はね、なんかスケープ、なんかグランツリスモ7の写真撮るとこでなんか新しいのが出たので見てみたいと思います。これ、お、何それ、組み方なんだって、こんな感じ、これやってみよう。そうじゃん、ほんとトミカじゃん、うん、これやってみよっか。うん、いいよ。こんな感じで並べる。これ、お願いします。この感じ。どこ？あ、そこに出てるの、上に。あ、下にあるんじゃん。うん。うん、どういう向きがいい？やっぱ斜めがかっこいいんじゃない？タイヤ曲げる？こうやって。タイヤ曲げれんの？これ。どれ？本当だ。すごいね。うん、へえ。これランパー、ヘッドライト。ヘッドライトとかそういうのも全部できんだ。うん、へえ。でも止まってんときはさ、全部消しておくよね、うん、ブレーキランプぐらいはつ、あ、ハザードは、ハザードウインカー、ハザード出てるよ。あ、本当だ、点滅してる。ちょっと分かりにくいけど、うん、まあ、練習だから。で、これで見てみるよ、うん、これアップできるよ。あー、すごいじゃん。これも何、トミカなの、トミカ風のやつなの。多分トミカみたいにキュキュしてんだと思うよ。トミカだ、うん、え、そうだよね、多分ね、うん、へえ。これで保存できた。じゃあ次のとこ行ってみるよ。いいよ、これ、うん、でも真ん中の通りのところしか置けないんだ、うん。また87Bなの？うん、すごいね、なんかトミカのね、トミカタウンのやつで撮影もできんだね、これグランツーリスモでね、うん、これさ、RS サーバーあるからさ、うん、RS サーバー買ったら一緒に撮ろうかなって、うん、はい、ということで、面白かったやつが面白かったらチャンネル登録してね、バイ。